間に合ってよかったです。ところでどうですかこのドレス。あ、来た来た、遅かったじゃない。よかった、間に合わないかと思ってハラハラしてたの。ところでどう、私の晴れ姿。当たり前のこと言ってもお世辞にならないわよ。やっとご到着かい。重役出勤とはさすが広告の英雄殿だ。まったく何やってんだろうね。今夜みたいな夜には仕事なんか売っちゃっとくもんだよ。なんだい、今さら私が惜しくなったのかい。あ、こんばんは。ありがとうございます。あら、タクトさん、ギリギリまでお仕事お疲れ様でした。どうなさいました？そんなに見ないでくださいます。いかがですか？いや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 、マイヤーズ、待っていたよ、王国の英雄のご到着。いやいや、事実を事実のまま述べただけだと思う。そうですよね、ジーダマイヤ閣下。あの、タクトさん、こちらの方々は。おお、君たちが噂のエンジェル隊かね。全員揃っているとは都合がいい。わしと一緒に写真に写ってくれ。写真ですか？それはようございますな、閣下。俺、お嬢ちゃんたち並んで並んで決めポーズなんか撮ってくれると嬉しいんだが。あの、私たちは子供向け番組の正義の味方じゃないんで、そんなものないです。それとも今作りましょうか、決めポーズ。なんで決めポーズはないのか。それじゃジーダマイヤ閣下と肩を組んで、その次はもちろん自分とな。あいにくですが、私たちは日本一のコンパニオンでもございませんの。なんだ、どうも愛想はないな。お前たち何様のつもりだ。ジーダマイヤ閣下のご意向だぞ。あんたらこそ何様のつもりよ。まあ、もっと若くて美形だったら考えてあげなくもないけど。不愉快だな、マイヤーズ。これが君の部下とはな。自分の怠慢を棚に上げてよくも抜けるけど、そんな態度でよく今までやってこれたものだ。つまらない権威を振り回すだけのどこかの親父よりはよっぽど上等だと思いますがね。なんだと？シバ王子のお出ましのようですわ。整列してお待ち申し上げなければ不敬なのではありませんか？言われずとも分かっておる。
参りましょう、ジーダマイア閣下。とんだ興ざめだ。あの親父ども、踊ってる時に近くに来たらどさくさ紛れに思いっきり足を踏んづけてやる。あんな連中なんざ気にすることないよ。それにしてもいいタイミングだったね、ミント。目下の者に威張り散らす人間は自分より目上の権威に弱いものですわ。さあ、私たちも参りましょう。そうね、私も列に並ばなきゃ。かったるいなぁ。でも仕方ない、行きますか。タクトたちも早く来なよ。じゃあお先。また、後ほど。ではタクトさん、私たちも参りましょう。何でしょう。とても？困りましたわね。そうストレートに言われると。いえ、そういうわけではありませんの。ただ、その…不思議ですわ。どうしてタクトさんは、こうもたやすく人の心に入り込むことができるのか。きっとそれだから、ですわね。お気になさらないでください。褒めていただいて嬉しいですわ、タクトさん。あら、もう始まってしまったみたいですわ。失礼、エンジェル隊のお嬢さん。次の曲は戦役が終わりですかね。それでは、私と踊っていただけないでしょうか。申し訳ありませんが、私はタクトさんのパートナーなんですの。それはラストダンスの時のことでしょう。その時までは、噂に名高いエンジェル隊と踊る機会を我々にも与えてくださいませんか。それはそうですが。それではパートナー君にも納得していただいたところで、踊っていただけますか、お嬢さん。承知いたしましたわ。はい、お待ちしておりますわ。それではまた後ほど。それはもう、どうやって作るんだろう、これ。私も作る。
作ってみたいな。そうですね、そうしようっと。じゃあちょっと行ってきます。あら、タクトじゃない。当たり前じゃない。さっきからダンスの申し込みで引っ張りだこよ。さすがに踊り疲れちゃったから、ちょっと栄養補給してるとこ。今日だけは特別よ。ここに並んでるお菓子って、これを逃せばもう二度と食べる機会がないかもしれないじゃない。うるさいわね。ちゃんと後でダイエットするわよ。分かればいいのよ。それよりどう？今日の私、バッチリ決まってる？そうよね、当然よね。もっと正直に言っていいのよ。そうよ、今夜の私は宇宙一よ。いけない、次の曲が始まっちゃう。じゃあね、タクト。タクトじゃないか、何やってんだい。私の柄じゃないんでね。お好きな方々に任せておくさ。ま、こっちはこっちなりに楽しんでるよ。これだけの人混みじゃ、気をつけていても隣のやつの足を踏むんじゃないかい。ほんと、どこからこんなに集まったんだか。ああやって楽しげに踊っていても、腹の中じゃ何考えてるか分かったもんじゃないけどね。こういう場は嫌いじゃないけど、ここに集まってきた連中のことはどうにも苦手だね。タクト、あんたも言うようになったじゃないか。私はまだまだ教え足りないんだけどね。まあ、今さら言ってもしょうがないか。ほんと言うようになったね。次に会う時が楽しみだよ。そうだね。さてと、そんじゃ私はちょっと外の空気を吸ってくるよ。そうか、それじゃあまたね。何かご用でしょうか。いえ、別に。
私なりに楽しんでいます。いえ、お気遣いなく。少しこの会場の雰囲気には馴染めないかもしれません。申し訳ありません。最後までご心配をおかけして。進歩がないですね。そうですか。進歩なのですね。そうですね。ちょっと楽団の近くへ行ってみようと思います。音楽は嫌いではないので。はい。ここや、マイヤーズ君ではないか。何をしに来たのかね。用があるなら後にしてもらおうか。閣下は今、芝王子と重大なお話を。マイヤーズは私に用があるのだ。お前たちはもう下がってよい。しかし、お言葉ですが王子。下がれと言ったのが聞こえなかったのか。失礼いたしました。では我々はこれで。はい、お待ちください。ジーダマイヤー閣下。私もあやつらの下心見え見えのおべんちゃらにうんざりしていたところだ。それにしてもそなたはいつも来るのが遅いな。開会の祝杯の時にもいなかったようだが。別に知っている顔などたかが知れているから、結果としてお前やエンジェル隊が目につくだけのことだ。時にマイヤーズ、そなたエルシオールを降りるというのは本当か。許さぬ。そなたはエルシオールに残れ。名目だけとはいえ軍の統帥権はこの私にある。多少の無理は押し通せる。そなたもエルシオールに残りたいのではないのか。エンジェル隊とてそなたにいてほしいはずだ。違うのか。なぜだ。本心ではないとそなたの顔に出ておるぞ。私がそうすると言っているのだ。誰にも文句など言わせん。己の価値観に準ずるというわけか。そなたは相変わらず不思議な男だ。そうだ、そなたは変わっている。そこまで気持ちが固まっているのであればもう何も申さぬ。広告のため逆賊エオニアを打ち破ってまいれ。なんだ。うん、
ているが、それがどうかしたか？そんなことがあったかな？そなたの思い違いであろう。覚えがないな。忘れた。そなたも忘れろ。よいな。あ、私は用事を思い出した。すまんが外してくれぬか。ミント嬢、また私と一曲お願いします。いやいや、ぜひ自分と。かのブラマン取材罰のご令嬢とご一緒できれば光栄の極みですからな。ですから、何度も申し上げています通り。タクトさん。君、邪魔をしないでくれないか。私はミント嬢と話をしているんだ。マイヤーズ君、そうだ、私に次のダンスの相手を譲っては。はい、失礼しますわ、皆様方。わかりましたわ、タクトさん。参加者の中に昔父に連れて行かれた舞踏会でご一緒した方がいらしたんですが、それで私の素性が知られてしまって、私が最後のダンスのパートナーはもう決まっているとお断りしても全然聞いてもらえなくて、本当に困っていたところでしたの。いいえ、それより早く踊りましょう。はい、タクトさん。幼い頃から習わされたダンスもこうして見ると無駄ではありませんでしたわね。私もですが、タクトさんと出会ってから今まで、いつも予測のつかないことばかりで。さっきも、あのまま引き止められて、もうタクトさんと踊れないんじゃないかと思っていました。いいえ、タクトさんがあの方々にきっぱりと言ってくださった時は、嬉しかったですわ。面白いヒゲって、タクトさんは本当にユニークな方ですわね。ええ、少しだけですけど。タクトさん、あなたは私が今までお会いしたどんな殿方とも違いますわ。タクトさんのような方は初めてです。ところがですの。
それは私がさっき言ったことと同じですわ。そうでしたか。でも私がそういった子供っぽいところを見せてしまうのはタクトさんが相手だからかもしれませんわ。あ、タクトさん、急に止まらないでくださいませ。こちらこそ。お顔が赤いですわ。あら、あらら。演奏終わりましたわね。タクトさんともこれでお別れですのね。あの、タクトさん、私、ああ、地震。お集まりの紳士淑女の諸君、まずは招かれざる客にもかかわらず押しかけた非礼をお詫びします。タクト、無事かい？ねえ、これってどういうこと？エオニア軍ならこの間コテンパンにしてやったじゃない。私たちを欺いていたのでしょう。それにしてもどうやってここまで侵入できたんでしょう。警備の手薄な宇宙港なんてどこにでもあるもんさ。特にここは船の出入りも多いらしいからね。えい、どけ、道を開けろ。エオニア、貴様どうやってここに？えへ、何をしている。こいつを今すぐ引っ捕らえろ。いや待て、何を思ったか向こうから飛び込んできたのか。話ぐらいは聞こうではないか。物分かりの良い人間は嫌いではない。ではお言葉に甘えるとしよう。今日は諸君に良い知らせを持ってきた。寿命が伸びる話だ。おお、それはぜひ聞きたいものだ。ここにいる者を誰でもいい。我がいとこのシヴァをここへ連れてくる。シヴァ王子をお連れしたらどうなるという。連れてきた者の命を助けてやる。なんだと？我々を脅迫するつもりか。さあ、ここには賢い者はいないのかね。一分だけ待とう。シヴァ王子を連れてくれば命を助けるですって。のこのこ乗り込んできて何を寝ぼけてんのよ。そういえば、シヴァ王子はどちらに？ご無事なんでしょうか？私はここだ！貴様がエオニアか？
いかにも私がエオニア、会いたかったぞ我がイカリン。まさか自分から出てくるとは思わない。我が名は芝トランスバール、ゆえあって王国の唯一の継承者となったものだ。そのゆえとは貴様が一番よく知っていよう。反逆者エオニアよ、トランスバールの名のもとこの場で成敗いたす。これは勇ましいこと。私を成敗するとは、その手に持った銃で慣れぬことはしない方が身のため。では試してみるか。勉強に追放され一度だけ会ったことがある。覚えてる？貴様など知らぬ。そんなことを言いにわざわざ来たのか。では要件を伝えよう。私のもとに芝、気安く名を呼ぶな。貴様のような逆賊などに。お前はそこに居並ぶ者どもに騙されているだけなんだ。王国に対する逆賊と呼ぶべき奴らの。そのような世前事など聞く耳持たぬ。これが最後の機会だ。考え直せ、芝。何度言われようと私の考えは変わらぬ。貴様に屈するつもりなどない。そう、仕方あるまい。あえて嬉しかった、黙れ。レーザーが当たったはず。できればお前がもっと成長した姿を見たかったが、もう二度と会えないのが悲しいな。消えた？バカな、周りの兵士たちまで。軍の奇襲だと？いつの間に？警備の艦隊は何をしていたのだ？レーダーは？ジーナマリア閣下？バカな、そんなバカな。驚いてる場合じゃないでしょ？まったく役に立たないんだから。どうしますか、タクトさん。周りの人たちもすっかりパニックを起こしていますわ。ああ、王子、王子。そなたも無事だったか。王子こそよくぞご無事で。さあ、早くお逃げください。タクト、みんな、無事か？少し前から、レーダーや通信が一切使えなくなっていたな。妙だと思って知らせに来たんだが、遅かったな。こいつはどう考えても、エオニア軍の妨害工作だ。きっとファーゴ全域も、そうなっているに違いない。緊急事態なんでな。連絡用シャトルで強引に乗りつけた。この先に止めてやる。どこへ避
中高は真っ先に狙われているはずですわ。今から言ってもエルシオールは。心配ない。何かあったら軍令を無視してでも発信しろとアルモたちに伝えてきた。分かった、マイヤーズ、そなたに従おう。出航しました。現在エオニア軍の艦隊はファーゴを囲むように展開しています。敵さん、やけに散発的な攻撃だな。どうも狙いがよくわからん。マイヤーズ、入るぞ。じっとしていられるか。ここで戦況を見守らせてもらうぞ。誓って戦闘の邪魔はしない。存分に腕を振るうがいい。司令、周辺宙域から友軍が駆けつけてきています。ただファーゴにいた艦船はエオニア軍の攻撃で出航に手間取っています。遅いんだよ対応が。ともかく今出ている戦力で食い止めるしかない。エンジェル隊の出撃準備は。こちらエンジェル隊、スタンバイ完了。待ってください、大型戦闘機5機こちらに接近中です。凄まじいスピードです。敵戦闘機から通信です。ごきげんよう、エンジェル隊とエルシオールの諸君。いやー、この人また出た。おお、マイハニー、心配していたんだよ。君が僕以外の男の手にかかって命を落としていないかとね。心配しなくていい。ってことはやっぱりその戦闘機のパイロットはあんたたち5人なわけ？その通りだ。さすが我が生涯のライバル、鋭いな。ちょっと考えれば、すぐに想像がつきますわ。そんな口を聞いていられるのも今のうちだ。これまでは単に紋章機の性能で勝ってこられただけだということを思い知らせて。おや、戦う前から負け惜しみかい？そっちも新型みたいだけど、あまり大きな口叩くと後で恥かくよ。新たなる力、我々の紋章機の力がいかなるものか、その身をもって味わうがいい。紋章機。そうだぜ、お前らなんかひとひねりでぶっ潰してやるんだからな。Thank you.